が正式名称なんですね。そこで、ファンクラッシャーというのがあって、僕がその当時所属してたオーケストラで、これが作曲したのが渡辺俊之さんという人なんですけど、その方が指揮をして、でそのファンクラッシャーで弾かせていただいたこともあったんですよね。なので、この曲を弾くと、なんとなくそういうシーンを自分で歌えていたなと思いながら、これを歌って弾かせてしまう、そんなことでした。はい、ありがとうございます。それでは、今日はね、なんとなくテレビのどこかで聞いたことあるなとか、あとは、プロも6月に入りましたので、ちょっと季節柄的な応用を交えながら、それでやらせていただければと思います。そうですね、6月の応用ってなかなか僕いろいろ探したんですけど、あんまり実は、ジャストヒットっていうか、本当にね、誰もが知ってるっていう曲がなかなか実は少なくて、今日、一曲持ってきたのがね、まず、これはどっちかっていうと、年配の方はよくご存知だと思います。若い方の方は、ちょっと、もしかしたらご存知ないかもしれないんですが、中山新平さんが作曲されたアメフリを、ご存知ですか？わかります。僕はかろうじてわかるんですが、なんて言うとあれなんですけど、僕は昔、それこそ十何年前なんですけど、まだその当時、僕は実は諏訪に住んでまして、でその時、原村のデイサービスに勤めてる方とちょっとお知り合いだったもんですから、そのデイサービスで時々ボランティアで聴かせていただいたんですよね。そしたら、こういう曲をやると、お年寄りがすごく涙して、どこも一緒に歌ってくれるっていう曲だったんで、もし、アメフリオッツさん、ご存知の方がいらっしゃったら、一緒に。パラリンピックに集まる世界の仲間たちに大きな声援を送ってね。みんなの力で長野パラリンピックを成功させようね。これ以外にも諸々城寺とか
いろいろ有名な曲がたくさんあって、本当に、なんていうか、長野県の、日本を代表するんですよね、東洋サッカーで。なぜか知らないんですけど、長野県出身の東洋とか昭和を作られたことがあって、なぜか北の方に固まってるんですよ。中山新平さんもそうですし、羽生さんもそうですし、あと、夕焼け小焼けとか、汽車ポップを作った方、北川新さんって方がいるんですが、その方も真っ白の方なんですね。それとか、みかんの花咲く丘とか、里巻なんていうのを作曲された方、相馬稔さんっていうおっしゃるんですが、この方も真っ白の方なんです。何か北の方に固まってて、ちょっとそれ自分としては、どうしても何か風土的な何かがあるのかな。作詞家でも高田達之さんなんか。